はい、皆さんこんにちは。今回はですね、緊急で動画を撮っております。なぜ、緊急で、動画を撮ることになったかというとですね、つい先日あの奈良県の方で痛ましい事故があったからです。その事故の内容というのはですね、視覚障害者の女性が、踏切を歩いている時にですね、特急列車にはねられてお亡くなりになるという、そういう、事故でございます。これはですね、本当にあのもうね、このニュースを聞いて心が痛かったですし、僕も2回ぐらいですね、やはりあの踏切歩いてて警報器が鳴って近くにいたおじさんから助け出されるということがありましたので、一言ではないなというふうに思いました。それでですね、本当にあのホームからの、転落事故もそうですけど、このような形でのですね、事故というのがやっぱ後を絶ちませんので、僕なりにね、こういう事故がなくなるためにどうすればいいかというふうに思ってですね、で今回皆様に3つのお願いをねさせていただいて、この3つのお願いでですね、少しでもこう事故の軽減にそれがつながればいいなというふうに思って、動画を撮ることにいたしました。お願い1つ目、まずですね、知ってもらいたいということです。何を知ってもらいたいかというと、目の見えない人、見えにくい人、視覚障害者と言われる人たちがやっぱり危険な場所をですね、どうしてもこう歩いてしまう可能性が高かったり、あるいは危険を察知しにくいということですね。当然といえば当然ですよね。目の前が見えない、あるいは視野が狭いということで、周りに何があるか、落ちてるか、それがわからないわけですから、普通の人と比べるとやっぱり危険な場所を歩きやすかったり、あるいは危険を察知しにくかったりすることがやっぱりあるということを、まず知っていただきたいということです。で、2つ目は、もしその危険な場所をですね、歩いていたり、あるいは危険な目に遭いそうだなというふうなことを感じたときには、躊躇なくですね、安全な場所への誘導を、お願いしたいということです。びっくりされないかなとか、その私のね、そのやる方法で正しいのかなというふうに思われる、その優しいお気持ちも分かりますけれども、まずやはりその命のね、守ると、命を守るということがやはりこう優先事項ですので、それを最優先にしていただければなというふうに思います。で3つ目が、この情報をですね、拡散していただきたいということです。それはですね、今までに、僕が述べてきたようなことですね、視覚障害者の人たちがやっぱりこう危険な場所を歩きやすかったり、危険な目に遭いやすかったりですね、命を最優先に、もし危険な場所を歩いていたりする場合には安全な場所への誘導を、お願いしたいという要望が上がっているということも含めてですね、ご自身の、SNS あるいは口伝いね、周りにいる友達とか職場とかそういうところでもね、ぜひこの情報を拡散していただきたいなというふうに思います。もちろん私たちね、当事者一人一人のね、心がけ、例えば歩くときにはね、細心の注意を払って歩くとか、付き添いをできるだけつけて歩くという努力ももちろん必要ですけども、やはりですね、いろいろな事情でなかなかそうもいかない、付き添いがなかなかつかない、あるいはどうしてもこう一人で歩かざるを得ない場合もあります。細心の注意を払ってもやはりその見えないがゆえにですね、こういうふうな事故に巻き込まれてしまうということもありますので、やっぱりそこはですね、皆さんこう一人一人の何て言いますか、勇気ある、その行動と声かけというのが命を救います。ぜひですね、勇気ある行動と声かけをお願いできればなというふうに思っております。そして最後にですね、事故に遭われた被害者の方に対し方、失礼しましたね、事故に遭われた 方に対して、心より、ご冥福をお祈りするとともにですね、不運にも、事故の加害者となってしまった運転手さんがですね、一日でも早く治って、また現場にこう復帰してくださることをですね、心からお祈りしております。それでは失礼します。